皆さんこんばんは。昨日の並走会はお疲れ様でした。思ったよりクリアしてる人多くなかったよね。ああ何人かはいたけど、自分もまあ一応勝利だけはしといて、あれなんだっけ、スレイザレポートかに一応それを上げといた。まあ毎回まあ惜しいとこまで行ったやつとかそういうのを上げるようにしてるんで、毎回まあ惜しいとこ行かなくても、まあ、何かしら上げるようにはしてるから、まあ納得いくやつを。てことで、まあ、次、来月のディフェクトをちゃんと勝てるように、発信中で一発で、練習しましょう。つっても、ローテだから、まあ、この、これ一回やったらまた、なんか、ウォッチャー、いくらサイレントやるまで、手つけないんだけどな。集中してはやらないかな。だけどエリート避けらんないから結構リスクはあるよな、交換。でも、ショップ行って敵行って休憩エリートならまあ、なんとかなるかな。まあ、どうしてもボスグレムに重く見るなら、交渉3つもらって、まあ、ボスグレムリン、リユニアポーションで無理やり突破するか、まあ、最初にショップ行けるの使って、まあ、ここで削除しつつ、まあ、なんか、カード2枚も変化させるか。ライムか。出てくるかにもやるんだよね。でも結局まあ2戦は呪い抱えて進めなきゃいけないし、ショップがほぼ削除するだけになるから、下手したらなんかボスリーよりリスク高いかもしれない。これブラックスター、不安定か、最初の戦闘でどれだけ体力守れるかだね。結構厳しい気がするけど、ここ行った方がいいな。ダメージとかにしてほしかったな、そこは。倒せねー、了解値足りない。まあこういうこともある。あーバッファか、バッファはまあボスグレーにかなり強いから対応価値は12分にある。デフラグ取ってる場合か今。
デフラグ、まあ、後で絶対強いんだけど、今、エリートに勝てるようになるわけじゃないからな。31だから、まあ、エンボードアタック1枚か。が丸そう。ちょっと体力厳しいかな、これは。相当余裕ないからね。失ってなおかつ最悪なとこだと最初の3回で戦闘でも平気でなんか体力半分いくのがかなり弱いところだよな。半端しかねえんだけど。ラガにもボスグリーンにも対応しやすいけど出てくるのはセントリー。これ使うべきだろ。めまい上行ったな。これでもほぼ被弾あるかもしれない。やっぱあるかも。セントリーとやってるとさ、いつもさ、めまいが山札の上の方にいる気がするんだよ。一体自分が使えるカードは奥にいる。威力のカードは？足りねえ。足りなかった。何見てんだ。あー、ドライバーか。ダミー火力は上がった。こいつらがぬるいからこいつさえなんとかなれば大丈夫か。
銃刻まれんのうぜえな。あるんだ。クロスだけ無駄にある。逆に逆にドライバーで2ゾロしにくいぞ。よき。え。あ、サッパーある。加速砲の使用も視野だな。必要ない。これでのんびり戦える。あ、もしもしに使えるじゃん。あ、強い。他自体も一応強いのか、クライム相手に。あと言って2枚入れるのもな。本がまあ、やっぱりアタック4枚突っ込んでるし、ストライクでまあ代用できんくもないし。水にするこれ。水にする価値あるかな。まああるっちゃあるか。ここは行きたくない。武将だけど防御機す。無駄な回復、まあ無駄ではないけど、ちょっとパンタと被ってるから美味しくはないな。微塵砲最大100回ちょっとで反響くるか。炎症使えないんだよな、他のカード絶対。だからバッファ引かないようにした方がいいか。これは送る可能性あるから押した方がいいかな。ないボトムだって、あぶね。あれば大丈夫でしょう。you
あと6回目的だぞ。なんか消してるのになで消えねえんだけど、インチ。あ、パンドラ出ちゃった。一応ダミーで火力上がってはいるけどな、まあ消した方がいいか。反響を打って隣でなんかしたいならまあ先だけど、これはエナジー突っ込めば補えるし、ストライク防御だとどうにもなんないシーンも多いから、パンドラの方がいいかな。スタイナだけど見てよ、エナジー供給する手段ができれば、なんかメテオとかで強いかも。メテオ打てれば。てか、スネコ欲しいな、アクト3で。ボスの宝箱で。これもエリート強制？トップルート行くと、どっちにしろ2連戦しなきゃ、こっち行かない限り2連戦しなきゃいけないのか。このルート激弱だから、まあやんない、行かない、こっちはまあ使わない方がいいな。そしたらもうエリートはもう2連戦するものとして、備えなければならない。トップ最初行って、ここの休憩使う感じかな。あれか、反響使った方がいいか。落とせねえし、火力ねえからやばいわ、冷静に考えて。どうしようか、10点触らなきゃいけない。今日のフロントロール、待って、これどうすりゃいいんだ。集中力がねえからな、集中力がそのうちなくなっちゃいそうだからな。これは助かる。あ、てか修復打ってねえじゃん。あ、力ない。あ、食らってる食らってる。加速は即ピック、うん、それはちょっと犯罪ですね。
サッカー結局助かるな。ただ反響が多く、次の旦那に来ても大丈夫。けど空気を知ってんの本当に。停電使うかな。相性悪いからな、言うて。といって精進も強いのか今。集中力大いに越したことないし、反響ノイズからまあ何か出るって期待で、コンデンサとか出ればかなり強いから、修正の落ちそうだな。だいぶ今なんかクロスバッカーでメテオも打てないから火力管理だから、ちょっと生体コンデン使った方がいいか。ちょっとバッカーと噛み合わせは悪いけど、今ちょっとコストが全体的に重めだからドローより強い。あれもあれだな、そもそもスピードポーション活かせる場面が少なすぎるな。停電はバッパ引くか。17許容できないかな。経験されてるの。
フォロワーが取ってもいいか。フラグは取る。空爆のが強いかな。いやーでもジェフラグだな。集中力1、アップグレード通せないとちょっと1しか上がんねえけど、道具箱も欲しいけどな。あ、ちょうど買える？ 249 じゃん、ちょうど。おっ、両方買えたわ。リフト1枚増えてる。金閣ってるよねえな。だけど。幅がそんな刺さんない、そして。今日12ブロにはなるけど。しかな。バッパ2つ拾っちゃう。次のターンかなりきつそうだな。パワーでなんとかするしかない。ストックってあったっけ。はい、あるか。修復一番嫌なやつ出てきたな。しかしこれどうしよう。これわざとバッファル防ぐよりわざとダメージ食らって生命放電した方がいい気がすんな。リーダーもきつくね。今更だけど。あ、わ、こういう時に限ってバッファ出るな。
しいな。全スピするくらいしかやることねえんだもん。これ休憩、あーいやー変わんねえ、うーん、いやーグレムリンリーダーの事故考えるとな、いやそれでもなおさらだな、だったらなおさらデプラが上げなきゃダメだな。ちょっと殴りね。長ねえ。使わないとまずいんだよ。メテを通せる。通せるけど1体しか倒せねえな。次結構どうしようもねえぞ。あーここでドローするか。でもな、これかこれ、これ引けないと無駄になっちゃうんだよな、だいたい、うん、だいたい。買ったほうがいいかな。殴ってこない。いやー。二つ使わないと厳しいです、これ。全然さばけねえ。絶対殴る、いっそのこと。あ、今日来たから、まあこいつが3連撃しても一応バッファーでごまかすことはできるな。修復は絶対打ちたい。耐え方だな。うん。次修復って。た方がいいよな。多分メテを打たなきゃダメだから次。力学出てきた。その前なんかしばらくノーポーションでやる羽目になりそう。
ない、これだと。まあ抜けたけど、ポーションかき集めねえとな。ショップ行く選択肢もあるな。でもこのショップ履歴買う金くらいは貯まるから、これでなんか丸薬とか買えればかなり多いし、これでなんだろう、ループとかかな。取るのもあるな。これもありか。弾薬くれー。精神活かせねえ、そもそも。あ、てか反響、反響消え、まあいいや、途中だっけ。やば、結構やばそう。ここに抜けて下手なエリートより強くなるからな、こういうデッキだと。動くね。あ、もう回復できてねえし、反響2個目そんな中、いや無理だこれ、ショップ行かないと無理だ。あ、もうない。フェラーある、購入あるな。ホワイトノイズ何回か使えるかって程度か。アタックポとか買った方がいい。で、枕使うのちょっともったいねえよな、さすがに。これお茶濁そう。あ、なんかすげえ祈りとか。
こいつさ、攻撃確率そんな高くないはずなのにさ、絶対2体で殴ってんだよ、こいつら。ってありえねえんだけど。あ、ここでいいか。環境ダブリかな。待って、ここから火力ない状態でどうやって突破するか。よくはクリエイティブとか作らない。このクリエイティブは全然来ない。収録とかなってるぞあいつ。ドライバーはいっぱい来る。けどエナが止まってないけど、アタック自体少ねえし、まあこいつ泥層にもなれるから取ろうか。ドライバーは余裕はできたけど、猫かなり強そうなんだよね、このデッキ。スネコ来た場合は多分そこ行くから、コストゲンアップグレは、控えた方がいいかな。やることない。じゃあ取るか。最大 HP か。環境来たらどうかな。打つ暇ないかも。インチ早いよ。環境取られなかった。けどこのターン引きたくないな、さすがに。負の塊が大量に。これでハイパーは一瞬だ。ハイパーは受かる。
強の筋力。はいっぱい来るんだけどな。海はちょっときついかな。増幅どうだろう。今日あるからいらねえわ。本当にスネコ出たわ。いっぱい借りたいけど、こうなったら。あ、でも結構いいルートじゃね。結構ルートいいじゃん。忘れないようにチェックしとこう。ほう、事故るかも。これ強いよな。コスト高いやつ送っ、墓地送って。待って、岩薬認知。あるけど、避難するな。難しい。トームがゲームを難しくしている。シュープ拾いたいんだよ。ちょっとナイフしないとダメだ。あ、もう撃ってるわ。撃ってたわ。ごめん。撃てた。最初から撃ってたわ。ダメージ食らわないもんだと思ってたのか。アルゴリズム撃てる。発表あるから育てやすくはあれが。ブロック足りてねえからあった方がいいか。
ちょうどいい影があった。エテオゼオ。これはストームでとどめさせたい。ないや。タップでとどめさせたい。2体はちょっと重いかな。オートが捨てられるから買いとくか。利益？低い、価値低いカードも消した方がいいかな。オバクロックはワンチャンドロソだから、まあドローは大事にした方がいいか。切るカード、切る必要ある？もろもろ。宇宙ポットとこれ欲しいな。怖さ認知。認知2枚目。フォーム。白文。あ、スキムは欲しいな。怖さは取る。1枚目どうしよう。複製できればなんか認知1回ずつ打つみたいな立ち回りもできるようになるし、ペポットいるかな、手より取っときたい感じするような。レプトとかまあまあ危ないから。レプトは結構だるいんで。だいぶ困ったコストだね。だいぶやばい。
えずこいつら3体なんとかしないといけないから、一発使わないとダメなんだ。メテオゼロいいぞ。メテオさえ引ければいろいろつながるから、怖さがまだ。マルチキャスト引く。アルゴリズム打たせて。めっちゃ反響してる。これレフトマーサーの最大打点来ても耐えられそうだな、これ。あーでもあれか、集中減ってんのか。中空と必要ね。うう、そうか。プレするならなんかアルゴリズム育てるしたけど、まあリリックは死ぬほどあれだし、アルゴリズム強くするか。人魚ペット。なら後回しの方がいいかな。
緒にやっても勝てるでしょ。ただ速度はそんな出てない。オフデーは、まあ、火力。感情制御回路、ちょっとバッファとの兼ね合い難しいの続くな。集計取れる？レフト2回はやってんな。何これ21点なんだけど。あ、てか今撃っちゃダメじゃん。力押しだな、だいぶ。俺が強いってことなんだ。よくわからん。てか何も起きないときね、これ。勝手に死んでいくぞ。すごい無限回復入ったか。これ三つ星ありがたく言ってた。あーでも最後のショックがちょっと弱いな。ピンチと締め付け防止どっち取る。
こいつなんか2ターン目からなんか2回に分けて30点40点くらい出すから、まあ結構強そうに見えるけど40点いかねえからな、逆に言えば。なんである程度ブロック積み重ねることできればただの雑魚です。あ、仕事させちゃった。上げてもいいな。ゴリ上げな。それになんでサイバー上げなかったんだろう。もったいない。ここで12ブロック12ブロック上げられるから、ちょっと弱くないしょって。プログラミングも上げてないじゃん。だいぶ良くないな。怖さ認知は決められるけど痛い。でもパンがあるからいい。これになんでその気になりゃこれで帰り、そこで帰ってできるし。アフロ性格からも働くんですな。嫉妬どうすんのこれ。反響するのこの人。
タイムリッターね、なんかできんのお前。怖さ認知は通せる。パガあんま意味ない、ね、後でいくらでも回復できるから、できる防御。戦闘が合ってない。あとデバフとかがあれだと、デバフとかがなんか変にこじゃないや、デバフのタイミングと怖さのタイミング合ってないとちょっと困るかな。まあでもここまで来たらもうデフラグ、まず戦闘を合わせよう。なのでも相手あとはアルゴリズムちゃんと全部打つこと。出させて、まあなんか変なプレイすると盛大に事故りそうだから寝とく。あー料理気学来たらプレイするかなーって程度だけど、ダップとライトニングとトゲダメージで出る、十分出る。敵70倍くらいになってる。クリエイティブと免疫効果でめっちゃ増えてる。これでもまだホコタテ2ターン目すげえ不安だからな。これにした。
1回しか打ってないね。これ仕事しそう。これかな、さすがに。4点出るぞ、もめて。あって瞬間火力でこれ以降続かないから、まあここ削った方がいいか。痛いの来てもバッファーあるから大丈夫。ここあえて被弾してなんかあれ待った、あれこいつも2回プレイ待った方が良かった気もするな。ちゃんと工夫すれば体力満タンになるけど、あっちの方は人道はそうもいかんか。しっかりハロワ引くあたりもあれだわ。
もな無限フォロワー。2枚反響引く反響にいいか。別にクリームから沸かせばいいし、最初から2枚使えるって決して悪いことじゃないから。再学習どうしよう。いろいろ引いてからね。とりあえず怖さに10回分確保したい。打てなくなってる。どっちだ、ルーどっちだ。やることねえな。まあオーバークロックかけたくないし、あーでもデフラがあるから行った方がいいか。あ、ねんき。勇気ある。これうーん、待って、認知ってもう一枚あって、あ、でもこれ以降認知は使われないから、怖さ2回打つことを重視した方がいいか。カンパには打てないから、こうか。その隠された効果が、リードシンクはありがたい。残ってる。じゃあ次のタイム明日だ。コンソール火力出すなんか欲しい。火力
辺も一緒ダメージ受けないから多分いらないんだよね。さっき4、重力18、まだ伸ばせる。ストライトの方が悪いか。うん、まあブラックスターで上振れるとこんな感じだな。エリックが大量に集まってこの暴力でやっていける。とにかくデッキのギミックも強かったけど。なんでかディフェクトで勝ってたの大きいな。やっぱりバッファはボスグレ戦を解決する。反響バッファーであれか、なんか攻撃大体受けなかったのか、もうダメか。ほんとなんかボスグレにめっぽ強いっていう、バッファほんとなんかボスグレのダメージアップグレしとけば、まあ最初の弱体入ってたとしても、まあ少なくともアップグレしとけば、あれ、最初のでかい24点以上の攻撃を防げるので非常に強いです。ページは結構食らってるところは食らってるけど、あれが修復で多少回復できてるから、この回復もあるから、まあ思ったよりダメージ、見た目のダメージより、あ、しかも反響で回復できる場合もあるから、これとかもなんか反響修復で展開してるから、だからアップグレとかに回す余裕結構あったんだね。被弾し、シティで結構被弾してても。やっぱ自己修復強いね。動物とか、なんかチラッと見たけど、なんか2枚入ってることもあるからな、あれ。やりすぎ、なんか個人的にはやりすぎな気もするんだけど。ディフェクトはあれか、去年よりなんか4割くらいいけば確実に去年より良くなってて、なんだったらなんか3割以上あれば去年とより強くなってんじゃねえのって感じだけど。でも結局交換だったけど、呪いの変化だと何出んだろう。後で試してみるか。このショップがかなり弱くなるからな。呪いの内容によっては無視していいかもしれないけど、まあ呪い加わってること自体がやっぱり
リスクっつうか、かなりで気弱く、相当で気弱くしてるし。リプトがやべえとか言ってたけど、なんだかんだノーダメか。まあ、1回目は、星を2つ使ってるけど。いや、なんとかノーポーションで突破できてんだよ。っていうか、もともと2時間くらいの予定行ってなかったけど、もともと2時間の予定だったから、今日のゲームはこれで終わりです。20やってる人はいない。配信やってるとなんか桜井の言ってることがよくわかるな。こうね、配信ね、始めるの割と最近だるいんで。なんかこの、なんかやる気がすごい出ないこと多くて。それでちょっと配信頻度減ってるのもあるんだけど。無理やりにでも始めちゃえば、もう、なんかサクサク。進むっつうか。まあ、やる気は後で伴ってくるものっていうやつだね。そう、どんだけやる気なくても無理やり始めれば、ちゃんとやれるようになるから。っていうのをね、やっぱ他のタスクにも活かしたいよね。じゃあ、配信終わりましょう。ここまでご視聴ありがとうございました。それではごきげんよう。